マーク・ジン・ドラック、マーク・ジン・ドラック、マーク・ロバート・ジンレク、1977年6月26日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ニューヨーク州オーバーン出身。CMLL、トリプル a といったメキシコのプロレス団体では、マルコ・コルレオーネ、マルコ・コーリオニーのリングネームで活動している。1999年、アメリカのメジャー団体である、 WCW と契約を交わし入団。参加のトレーニング施設であるパワープラントでトレーニングを開始。3月2日、サタデーナイトにてチャック・パルンボとソウル・サーファーズなるタッグチームを結成してプロレスラーデビューを果たす。2000年6月26日、ニトロにてショーン・オヘアとタッグを結成して活動。7月よりミスフィッツ・イン・アクションと構想を展開するが、 WCW 世界拓王座のダッシュを目論むパーフェクトイベと、トチャック・パルンボショーンスタージャックと意見が合致。また、マイク・サンダースがユニット結成を提案したことからナチュラル・ボーン・スリラーズを結成。9月25日、WCW 世界拓王座争奪 6A バトルロイヤルに勝利してベルトをダッシュした。12月、オェアがパルンボと組むことになり、 ジンドラックは、スター・ジャックとタッグを組む。しかし、オヘアパルンボの影に隠れていたことで、スター・ジャックと共に反旗を翻したことで、ナチュラル・ボーンズ・リラーズは解散となった。2001年2月、WCW 世界タッグ王座を保持していた、オヘアパルンボと構想を展開。18日の PPV、スパーブロール・リベンジにて決着戦を行うが、敗戦した。 2001年3月、WCW 崩壊後は、WWF と契約を交わし入団。WCW&ECW 連合軍である、アライアンスの一員として登場するが7月9日の、RAW でのチーム ECW、VS チーム WCWVS チーム、WWF による20人、バルロイヤルでの出場のみとなり、ハウスショーや前座番組のジャクトが中心となっていた。 8月より参加団体である派は、ハートランドレスリングアソシエーションへと降格し、10月には、オベエと移籍。2002年9月1日、オベホールブロウルスペシャルにてオヘアとシングルマッチを行い勝利。10月より、WWE へと昇格する、モヒートやハウスショーでの出番のみとなり、再び降格。2003年5月、 WWE へと再昇格して RAW に所属。ギャリソン・ケイドとタッグを組んで活動。12月1日には RAW にて、WWE 世界タッグ王座を保持するダッドリー・ボーイズに挑戦するもわずか2分、敗戦。12月14日、アーミゲドン2003にて、WWE 世界タッグ王座争奪、タッグターモイルガントレットマッチに出場するも、王座をダッシュならず。 2004年3月14日、WWE レッセルメイニア XX にて、WWE 世界タッグ王座争奪4、ウェイマッチに出場するがダッシュならず。4月より、ドラフトにてスマックダウンへと移籍することになり、セオドアロングをマネージャーに従えて、ナルシストギミックへと変更。毎回リング上に鏡が置かれ、自分の筋肉美に酔いしれた。9月より GM を務めていた。 カートアングルの用心棒として、ルーサー・レインズと共に活動。アングルとビッグ、ショートの構想に加担し、12月12日の、PPV であるアーミゲド2004にてアングル&、ジンドラック&、レインズ VS ビッグショーの3対1による、ハンディキャップマッチを行うが敗戦し、構想は終了した。2005年、レインズとのタッグを継続し、ジ・アンダーテイカーやレイ・ミステリオ&、 エディ・ゲレロなどと構想を展開するが、特にインパクトを残すことができずに7月に、WWE から解雇となった。WWE 解雇後、2005年10月に、新日本プロレスに参戦するために初来日を果たす。8日、PPV である、東ー創造、ニューチャプターに出場し、チームジャパン VS 元、WWE と題された試合で、チャーリーハースと組んで、 チームジャパン、中西マラブ&ケンド、剣道家臣と対戦するが敗戦。以降、トーコンシリーズ2005、バトルファイナル2005までマット・モーガンとタンクを組んで、出場。2006年1月、ウェイ、ニューレスリング・エンターテインメント、DSW などのインディー団体に参戦。4月20日、日本の団体であるハッスルに参戦。 インリンの番犬としてモーガンと共にソドムとゴモラのギミックであるソドム、ソドム、モーガンはゴモラで登場。タックイルミネーションマッチにてジャイアントバボーインリン、&、川田敏明&、安城洋二と組んで、小川直也レーザーラモン HG&、大谷慎次郎田尻と対戦して勝利した。2006年5月、メキシコのメジャー団体である CMLL と契約を交わし入団。 12日、16人、トルネオ・シュベルネッティコグランプリに出場するが勝利するに、至らなかった。9月19日、映画、ゴッド・ファーザーの登場人物であるコルレオーネ家をもとに、した、イタリア人マフィアのギミックであるマルコ・コルレオーネ、マルコ・コーリオニーの、リングネームで登場。鈴木健相をパートナーとして活動。2007年3月30日には、ウニベルソド・スミルト、 2008年10月17日には、リスマルクジュニアとカベジェラ・コントラ・カベジェラマッチを行い、いずれも勝利して髪を剃った。2009年3月、トリプル A へと移籍。サイコサーカス、ラ・リージョン・エクステンヘラと交想して窮地に陥っていた、バンピーロ、ラ・パルカといった、ベテランレスラーたちの助っ人として登場。コパ・アントニオ・ペーニャや、 カンペオナートプレミアといったトーナメントでは決勝まで進出するもいずれもタイトルを獲得することができなかったものの CMLL で相棒だった鈴木と構想を展開した。2010年3月、トリプル a から退団。プル a 退団後、ペロスデルマール、フル、フェデロスヨンユニバーサルデルジャリーブル、イル、インターナショナルレスリングリーグといったインディ団体に転戦を、 6月より、アメリカのルッサ、ルチャリーブル USA に参戦。ルッサヘビー級王座をめぐってリス・マルク・ジュニア、RJ ・ブリュワーと構想した。2011年12月、CMLL に復帰。マキシモ・ルーシュと、ラ・テルシア・センセーションなる、トリオユニットを結成して活動し、2012年2月19日、CMLL 世界トリオ王座を保持するロスイホズ、デルアベルの、 アベルノメフィストエフェストと対戦して勝利し、ベルトをダッシュした。8月より開催されたカンペオン・ウニベルサルでは1回戦で新日本プロレスの棚橋博士と対戦するが敗戦だ。2014年9月より開始されたコパ c MLL にて、ルーシュと組んで出場。決勝まで進出し、16日にラパステ・ネグラ。 エルバルバロカバルナリオミステルニエーブラと対戦して勝利し優勝を飾った。またロス・インゴベルナブレスのメンバーとしても活躍中。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。